さて、ケロッコ仲間にしたことによって、前半のメインクエスト、裏ルート、それが終わったのかなと思いきや、どうやら全然終わってなかったっぽいですね。ケロッコを仲間にする前に、まだまだ色々行われることがあったっぽいですね。で、まずは、以前見た通り、このグッドネイバーの仕事を受けるホロテープ。これでこれらをすべて、やはりクリアする必要がある。で、一つはクリアしましたね。で、残りが、シルバーシュラウドと、ボッピーのクエスト。ただこれはちょっと時間がかかってしまうので、これで、どうやら飛ばすことができるっぽいですね。もうすぐさまこの、メインクエスト裏ルートを楽しみたい人向け。この二つをクリアすることで、なんか専用のアイテムとか、もらえるらしいんですが、まあ、とりあえずじゃあ、スキップしてみましょうか。シルバーシュラウドをキャンセル。一つが達成。あ、失敗扱いになるんだ。なるほどね。あとは、ボッピーのクエストも達成。しかし、経験値は手に入りましたね。マーフィーに話す。仕事の依頼は、完了したことになったっぽいですね。じゃあ話しましょう。マーフィー。グッドネイバーはスナイパーのパラダイスだと言っていますが、またスナイパーに関する依頼を受けるのかな？なんか始まりましたね。スーパーミュータント、ファーレンスカイブリッジ、そこにいる敵を倒せというミッションですね。ファーレンスカイブリッジ。ミュータントの巣ですよね。まあ、ケロックがいるから、なんとかなるかな。場所的にはどこなんだ？ボストン市街の、危ない場所でしょうね。とりあえずグッドネイバーから近いっぽいんで、またワープしていきますか。で、このメインクエストの裏ルート。これは、やはり最終的には、この場所レックスフォード。ここのカジノ運営が目標になるのかな？ちょっと喉が渇いてるな。水が欲しい。困ったことに、水がないので、道中探しながら進みましょう。ダーティーウォーター。これ飲むか仕方ない。あ、病気になった。厄介だね。目標は南。向こうの方向ですね。どうやって行こうかな？この先はミュータントがいますけど、スーパーミュータントリダックスは入れてないんでね。まあ、そんなに強くはないでしょう。スコイブリッジ。こちらの上方向。ああいう場所ですかね。あそこら辺からグッドネイバーが狙われてしまうから、敵を片付けてくるみたいな、そういう依頼なんでしょうね。もっと向こうだな。全部レーダー、あれは。3体くらい固まってるぞ。うら。あ、いったやった。なんか一発で貫通したっぽいね。2体くらい一気にダメージ与えた。ほら、当たんねえな。いそ、ケロク。あ、ケロクせえ。バッツエンハンスドマチェット。アクションポイントコストが下がる。武器を変えましょうか、じゃあ。ここら辺からは、繋がってませんでしたっけ？下は危険だな、ここ。もうちょい回っていくか。これ降りても、大丈夫な高さかな。あ、いけるもんだ。周りで、いろいろ光線が行われてますね。ミュータントやら、レーダーやら。あそこにミュータント。ランチャー持ちはいないかな？やってしまうか？あーっと。なんだ、棒立ち。ああ、たまたまい。やばい。うわ。体力はまだ大丈夫。うん。横から銃撃戦が。あれは誰？誰あれ？ケロクじゃない。あ、ケロクだ。びっくりした。ガンナーに見えてしまった。39メートル。ここらの上かな？目標は。入り口はやはり先ほどの階段ですかね。これ。ちょっと登ってみましょうか。ああ、バカした。こんなとこに目標あんのか？うわ。確かにここら辺はね、上の方が結構入り組んでますよね。メインクエストに使われないのはもったいないぐらいのすごい構造になってますけど。それがこの裏ルートで使われるようになったんですね。
素晴らしいですね、このモッドは。まだ上だな。わあ、VR 版。すごいね、やはり。高さを感じられる。結構上まで来たけど。まだ、この先か。プラットフォームを登って、あそこに目標がいっぱいね。あ、誰か死んでる。ケロックではなかった。ケロックが来てくれないと、ちょっと、心配だな。心もとないが。登ってみましょう。あ、来た来た来た。一番上に到着。ここは、ミュータントの巣ですね。やばすぎるぞ。あそこにいるな。まずあいつやるか。真横に行ってやるけど。まだセーフ。おっと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 。やばい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 。私さえ見つからなければ。あばばばい。いけ、つかるぞ。降りろ降りろ。危険だ。うわ、死ぬ。うわ。スバック。あいつ撃て。おら、よし。頭、頭手だけど。当たってる。よし、一体倒した。まだあそこにいるな。ほい、外した。スナイピング。もういっちゃおう。何度かコーション。ケロックが上でやってくれていそうですね。スティームパックを使いまくってるから、喉の渇き収まりませんね。かわした。スナイピング。待てい。倒した？あれ？なんだあいつ。名前付けなんか出てきたよ。セキュアジアスナイパー、読めなかった。なんか屋根を守る的な。ガンナーがいたのか。おっと。急に、人間の敵が出てきましたね。飲み物は持ってないな。あ、出てきた、ガンナー。今度はガンナーが攻めてくる。イベント始まったのかな。そんな感じがしますね。おお、びっくりした。急に。なんだ？急に湧いた？急に湧いたっぽいね、今。こっちだぞ、しかし。おら、一気に倒した。スティンバック。今のところ敵の気配はなくなりましたね。目標確認しよう。コモンウェルスバンク、次は。途中通過した場所ですね、おそらく。ここから、下を狙うのかな、もしかして。80メートル先。向こうかな。ここら辺から降りられるのか、これ。ここはバンクですね。レーダーあたりがまた、いそうですが、殴ってやるか？これ行くぞ。ほい！やった！あれ？なんか敵も吹っ飛んだ今。撃たれるがコーション。ケロックと交戦中。やってくれたかな？敵は、倒したっぽいな。エレベーターで上がりましょう、じゃあ。いけるぞ。武器持って、こっそりと近づく。あ、行っちゃ、行ってしまう。まだバレていない。バレる。よし。そこにワープして、ほい。ほら。ほら。倒したか？あそこにいますね、なんか。あのレーダーか。後ろ向いている。これは金庫を開けようとしてるんですね、おそらく。近接武器で、行くぞー。近づいて、ふっ、やった、倒した。近接が強いな。これは開けられないでしょうね。エキスパート。ここから外に出る。上に出たけど？ああ、落ちる。危ない。まだ上に行く必要あるっぽいね。ここら辺を伝っていけんのかな？エレベーターかもしくは階段。これはどっちに行くんだ？上に参ります。下から来た。これは下に降りそうですね。ここから登ってみるか。目標につけるかな？
あれ？ああ、ここからじゃいけないか。あちらは先ほど降りた場所かな。向こうの上にはどうやって行くんだ、あれ。ここら辺を伝っていけないか。道はついてますけどね。どうかな？この上ですよね。道なさそうだぞ。こっち側から見る感じ。ここ降りると、どこに着くんでしょうね。ああ、ここら辺か。駐車場。ここにもエレベーターがありますね。これは地下かな？上に行く。どこに行くんだこれ。意外と一番上まで。出るのかな？あ、先ほどよりも、ちょっと高い場所に出ましたね。あそこになんかいる。あれか。あれをここから倒すんだ。マジで。すごいな、このクエスト。あ。いった、確かに、なんかあそこに、レジェンダリーのレーダーがいる。あ、来た来た来た。ここは辛い向きに。あれ？ミューテートか。ほら、スナイパー合戦で、処理した。どうだ？これはクエストクリアじゃないの、まだ。あ、目標達成したっぽいね、今まで。次はマスフュージョンをクリアしろ？マジで？マスフュージョンって、ラストダンジョンじゃん。まあ、いけないことはないか。一回しかしちょっと、休息取らないの死ぬな、これ。喉の渇きはまずいぞ。ここら辺は、汚水が流れていたような。汚水でもいいから飲みたいな。ここがマスフュージョンですね。ガンナーはいるかな？地雷はどうだ？まだ大丈夫か？いる。やるしかないか。うわ、地雷もあるな。危ないな。まだ恐れないようですね。敵対する。コーション。えい、発射。うわお。俺倒した。一応クリアか？では内部の戦闘も、ケロコに任せていきましょう。侵入開始。あそこら辺に、ぬかこらないかな。あそこに一体、上にもいる。よく見えるな、ここは。上から撃たれたくないね、これね。うわ、結構上が見えるな、これね。さっと抜けてしまうか、今のうちに。こういう内部に入ってやれば、上から襲われることはなさそうですね。よっしゃ、倒した。マドコーション。よし、2体目。マドコーション。あそこで人がまた、寝始めましたね。おっと、一発で倒せなかった。寝てる隙にやりたかったが、これは弾が取りませんね。ケロクがやってくれたっぽいが、ここは食料がありそうな感じがしますね。どうかな？弾はあるが、食料がない。ズンバリ一体、撃てい！ちょっともらったか？しかし、水がありますね、ここには。あ、撃っちゃった。この水は汚れてそうですが、飲んでいきましょう。背に腹は変えられない。そこまで汚染されてませんね、これは。ケルコやってくれた。よし、喉の渇きオッケー。あれ、ズムリぞ、次は。やつやりましょう。なんだあいつ、ピョーンって飛んだ。ケツでいい。よし、ナイスだ。あそこに行ったり。ほっ、当たったけど倒せなかった。あ、デンジャー。ケルクはとどめさせた。あら、手が来たよ。うわぁ。うわぁ、はまってるはまってる。死ぬ死ぬ死ぬ。ギリセーフ。スティームパックで、また喉が渇く。しかし、ここには、水がある。無限スティームパックが可能です。サバイバルモードだから、飲んでも、ほとんど回復しませんね。多分。水による回復が薄いかな。あのタレットは、起動しない。この一番上には、強いガンナーのボスが、一体いますけどね。パーマー来てる。それ以外は問題ないでしょうね。
あ、ミサランちゃんもちいたなと、あれじゃねえの？ちょうど。思い出した瞬間に。あー、シャッターやったー、一発で倒したー。レベルアップ。ライフルマンでも取りますか？ミサイルランチャー、なんかすごくちっちゃく見えるな。VR 版は。どうやって撃てばいいのこれ。ちょっと、照準の見方がわからない。まっすぐ飛ぶかなこれ。ここは、罠がありますね。すごい。軽く見える。ミサイルランチャーが。本来重たい武器なのに。前方に一体いますけど、さすがにバッツは無理か。チャンス。うら！ああ、壁にぶつかった。デンジャーだが。うわ、こいつ、レジェンタリーじゃないか。一回下がろう。うぅ！あぞう。ケロが来た、ケロク。いや、死ぬ。ギリギリ。ギリギリ死にそう。うわ、来てる。くそったれ。どこだ？あれ？あそこにいる。あそこに撃つ。ああ、全然当たってないかな、これ。巻き込まれるのを恐れて、適当に撃ってしまいましたが。ほい。倒したぞ。レーザーライフル、クリッピング。V ダメージアップ。ライフルだから、ライフルマンのパークが乗りますかね。ちょっと使っていきますか。うわ、いた。撃て、撃て、撃て、撃て。全然当たらんが。これは奇跡が見やすくていいですね。うわー、危ない。ケロクに任せる。おいじゃ、よし、ナイスだ。これ当てるの難しいな。うわ、ジャパニーいるけど当たらん。すごい当たる。おー、当たった当たってる。あー、おだまい。火炎瓶、火炎瓶。火炎瓶食らったら死ぬぞ。うわお、弾切れだが、ここが打ち送る。一体焼却。もう一体いるけど。やってくれたな。やってくれたっぽいね。こいつはなんか余裕をこいていたように見えましたけど、ね、一瞬。こっち来いよ的な。気のせいかな。あ、一番上か、そろそろ。それっぽいな。ボスの姿はまだ見えない。あそこら辺に行けと言われてますね。ボブルヘッドはこれんだ。あそこにありますね。この。あの全部、あそこにいる、やべ。やばいのがいるぞ。砕いていくぞ。うわ、やれそうですね。ステルススナイパーがかなり入った。あ、立ちくれた。やった。ありがとう。まだしかし目標が、外になってますね。これは、取れるか？あ、取れる。ストリングス、やった。10ミリピストルを変更しよう。いろいろ改造されてますね。ん？セキュアザルーフ。屋上。あ、ここから屋上に行けんの？もしかして。マジで？一番最後の場所じゃないの？ここ。本来はね。まさか、この段階で、ワーネバーチェンジですが、できるのか。いや、そんなまさかね。上に到着したら、目の前に敵。ケロクは？ケロク来てない？やるしかないか。撃て！よし、2発やった。ステルス成功。よし。どうだ、敵は。まだいるか？これ爆発すんじゃない？これ。やばいよ、これ。で、まだコーション。ケロクの応援を待ちたい。ふっ。あそこに敵がいた。こっちか？意外とケロクかもしれない。鉄を、あーっと出したけど、まだコーション、セーフ。ここまでは来ないか、うわー。さすが、一番高い場所かな、ここは。周りはすごい、よく見える。ベルチバードは遥か下。ケロックは多分、違う場所で引っかかってそうですね。おー、決まった。コーション。ああ、2体いるけど。うわ。いやー、いい。あざー、死ぬ。スティンパック。ああ、速攻罰。
パーツ2。やったー。どうだ、クリアじゃないかこれ。とりあえず次の目標は、マーフィーの場所に戻る。よし、戻りましょうか、一回ね。今回のこの、クエストラインっていうんですか?とても良かったですね。ボストン内部を、ボストン内部の敵を掃討するという。まだまだここから先が、いろいろね、面白くなってくるっぽいですが。それまた次回以降としましょうかね。お、座ってますね、普通に。話をしてみよう。マフィー。ナイスジョブ、セキュアのスナイパーパーチェス。スナイパーの仕事は見事だったと。助けになれて嬉しい。もう一つ仕事があると。マロウスキに関するミッションだ。ペンドルトンという人物を話す。ミッションクリアでレベルアップ。マーフィーはどこに行くんでしょうね。マロウスキと取引をしろ。これは面白くなってきましたね。マロウスキを殺す前にリクルート、ボルテックレップは読めなかったよ。なんてかだった今。なんか雇える的なメッセージになられたけど。あれかな。ホテルレックスフォードの上に行って、オープニングに出てくるあの、ボルトテック社員、グル化した。あれを雇っとけみたいな、そういうメッセージかな。よし、では続きはまた次回、遊んでいきましょうか。ここからが、いろいろね、楽しみになりそうですね。